子供の人生これで決まるトップ5第1位はやっぱりこれかと納得するはずです。第5位、失敗から学ぶ力。失敗は人生の一部。成功する人は失敗を恐れず、その中から新たな学びを見つける天才です。例えばサッカーの試合でミスをしたとしても、次にどうすればうまくいくかを考え改善する。これができる子は一歩一歩確実に成長します。第4、ありのままを感じる力。日常の中で目の前にあるものをありのままに感じ取る力は心の安定を生みます。例えば美しい夕日を見て綺麗だなぁと感じたり、悲しい出来事にも向き合い感情を正直に受け入れる。これができる子は感情に左右されず落ち着いた判断ができるようになります。第3、仲間を巻き込む力。一人でできることは限られていますが、仲間と一緒なら大きなことも成し遂げられます。リーダーシップやコミュニケーション能力が問われるこの力はどんな場面でも重要です。第2、困難を乗り越える力。困難に直面した時、簡単に諦めてしまうのか、それとも踏ん張るのか。人生はいつも順風満帆ではありません。例えば受験に失敗しても諦めずにもう一度挑戦できる子。困難に立ち向かい乗り越える力を持った子はどんな未来にも自信を持って臨めるのです。第1位の前に、この動画もしかしたらもう二度と見れなくなるかもしれません。なので保存ボタンを押しておくことをお勧めします。僕も嬉しいです。第1、面白がれる力。人生における一番の武器は楽しむ力です。困難な状況や思いがけないハプニングも、これは面白いと感じられる子供は最強。例えば学校の行事で急に役割を任されたとしても楽しんで取り組める子。人生をポジティブに捉え全力で楽しめる人はどんな困難も自分の力に変えられます。子供の人生を左右する5つの力を高めるための具体的な方法はコメント欄を見てちょんまげ。